そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますという、皆さんよくご存知の、祈りの原点の御言葉なんですけれども、祈りの原点は求めることから出発いたします。求める、神様に求め、願うということが一番ですね。で、神様は祈りに応えてくださる方ですけれども、このその時にいくつかポイントがありまして、一つはですね、求める時に応えてくださるんですけれども、だからまず求めることが必要なんですね。で、言い換えれば願うことですね。本当に願いを求める。パウル牧師がパトモスに家族で全員行くようにと言われた時に無理だと思って祈ってなかったら、聖霊様にあなた祈っていませんねと言われて、祈った後に神様が応えてくださったように、私たちがもう最初から願わない時、求めない時、求めなくても、神様の方から来る場合ってのはあります。でも求めなければ開かれない、応えられないことは確かになるわけですね。で求めても、いや求めてるけどって言った場合に、本当に心から求めてる、あるいは真剣に願う時に出てくるわけですね。もちろん見っころであったら答えられるわけですけども、で面白いことに、祈りっていうのは窮地に追い込まれたり絶対絶命の時とかしばしば答えられます。ノンクリスチャンでさえ神様助けるとかですね、うちの奥さんが死んでる、神様何とかしてくださいとかですね、追い込まれたら祈ると答えられたりです。山田牧師が思わず笑顔になってしまう話を言っておられましたよね。お仕事でちょっと昔お仕事されてる時にすごいクレームがついて、現場の方の責任なんだけど、営業で担当したのは彼だから、彼がやっぱり謝りに行かなきゃいけないということで、ものすごいクレームの電話があってですね、すぐに来いって感じで言われてですね、それでもうどうしようかと思ったって言うんですね。それで行く途中ですね、妻の死にてる神様に自分はそんな熱心でありませんが、どうぞよろしくお願いしますって真剣に祈ったってね。真剣に祈ったら、なんかさっきまで嘘のようについてみたら、ちょっと私も大きい声出して申し訳なかったとか言って、全然態度が変わってて、もううまくいったって言ってね、思わずようになってしまって出てますけども、でつまりこう本当に人を追い込まれると祈るわけです。でその時のようになぜ答えられるかというと、その時は本当に真剣で、しかもかつ神に向かって祈ってるからですね。で私たちが本当に心から願い、そして本当に神に真剣に求めているとき答えられるんですね。でまず求め、願うってことが大事なんですね。これも昔の思わず笑顔になってしまう話になるんですけどもね、小須田牧師が、高校生だった頃、もう随分昔の話ですけども、中学生の頃まではですね、小須田牧師は体が小さくてちょっと弱かったらしくて、よくプロレスをかけられて、プロレスの技をかけられていじめられていたという話ですね。ただ高校に入ってからは喧嘩の強い子と仲良くなっていじめられなくなったそうですね。で彼は長野出身なんですけども、高校は新潟のクリスチャン系の、電寮制かなんかの学校に行ったと思うんですね。そして、そこで友達が喧嘩が強くていじめられなくなってよかったんですけども、なんか途中から先輩かな、上の方に入ってきた子がいて、その子のお父さんは芸能人かなんか でテレビにもしょっちゅう出てる人で、そういう人だったと。そしたらその人がなんかグループで、いろんな人をいじめ始めたそうですね。でそういうことだったと。ある時ちょうど寮かなんかに帰ってきたら、そのちょっといじめがあって、陰湿ないじめの時だったとね。でそれを見て、その現場に居合わせた瞬間ですね、思わず大声で言ったそうですね。やめろってですねで言ってしまってからですね、その正義感に燃えてというよりも思わず言ってしまったそうですね。で言ってしまってからですね、はっと我に返ってですね、どうしようと思ったそうですねそれで慌ててトイレに行って必死になって祈ったそうですね。助けてください神様ってね、自分の方に今度はいじめが来たらどうしようと思ってですね、真剣に祈ったそうですね。神様助けてくださいってね。だもしですね、思わずもやめろって言ったのは聖霊様だと思って、その後が本当の自分の姿だと思ってましたけどそれで逃げね、そして真剣に祈ったら、その後いじめがなくなって、彼へのいじめもなかったそうですね。そしてやがて卒業したわけですね。でしばらく経った後に、その人から、いじめた人からね、電話があったそうですね。結婚をして、子供ができたと。
で子供ができたんだけど、子供の名前はね、あの女の子だったんですけど、コスタ牧師、コスタめぐみっていう名前ですね。めぐみって男でも女でもいけますので、それで、めぐみという名前にしたと。でそれは、まあ、お前から取ったんだってことで、俺は高校時代いじめてたのをね、お前が止めてくれたから、うちの子には、お前みたいに本当の勇気のある子になってほしいので、お前から名前を取ったって、わざわざ電話があったって言うんですね。まあ、ただその人はですね、若くして交通事故で天に召されたそうですね。まあ、クリスチャンだったんですけどね、って言ってました。だから、面白いですね。皆さんもまず聖霊によって、いい、なんかするんですけど、我に返って怖くなったりすることありませんか神経に乗ったって言いましたよね。神経に乗ったら答えられたってことなんですね。で、私たちが求めるとき、願うとき、しかも本当に心から願うときにですね。で、皆さん神経に願ってますかね。ですね。で、願いがない方は願いを求めてください。御心にかなった願いは答えられますし、もう叶えられたと知って、ね、信仰の立場を立てばいいんです。まず求めを願うってことですね。もう一つはですね、求めて願えば答えられるんですけども、求めなさい、そうすれば与えられます。ね、書いてます。これは、言語では7節の下を見ると、求め続けなさい、あるいは探し続けなさい、あるいは叩き続けなさいって、こう、継続なんですね。つまり、求めたらすぐ答えがよくて、求め続けなさいってことなんですね。2つ目のポイントなのは、忍耐がいるんですね。もちろん神様はすぐ答えることができないかですから、すぐ答えられることが確かにあります。しかしある場合は祈ってもすぐ答えられなくて、ある期間ずっと祈らなきゃいけないことがあるんですね。忍耐が必要になる場合があるんですね。でも神様は必ず答えてください。しかし忍耐がいる。多くの人はその神様を答える前にもう投げ出してしまったり、自分の判断で動いてしまったり、諦めてしまったりすることがある。でも神は必ず答えてください。忍耐が必要なんですね。覚えてらっしゃいますかね、今回アメリカでパウロ牧師の名言ね、慌てる乞食はもらいが少ない、慌てるクリスチャンは祝福が少ない、ね、これ本当に名言だと思ってるんですよね。これは私は慌てるクリスチャンも祝福が少ないんですね。で、今日しかお知らせになった小渕美智子夫人ですけどもね、夫人なんですね。で、この後はですね、もともと八神というところに一軒家を持っておられたんですね。そこでよく家庭集会をしてですね、バーベキューもいたしました、ね、楽しかったんですけども、でもですね、今回自転学のトップに入りました陽子さんがですね、まだ小さくて1年生になる前に、美智子さんはもう、献身して燃えてたんですね。それでですね、教会の近くに引っ越してきたくなってですね、でバブルもはじけて、家のローンが大変だったのでですね、彼女は思ったわけですね。もう家は売ってね、教会の近くに住みたいと。ただご主人とまだ小さかった子供さんは反対だったわけですね。それで、まあ、でも経済的には厳しいので、そうした方がいいと思って神様に祈ったわけですね。神様ってね、どっちが見頃でしょうかってね。祈れど祈れど答えは来ない。祈れど祈れど答えは来ない。ね、祈れど祈れど答えは来ない。そのうち陽子ちゃんがいろいろ小学校入学になってくると。手続きも始まったと。入学前には行きたかったんですけど、答えは来ないんでね。でちょっと本これまずいと思って真剣に祈ってたら、雲虹が届いたわけですね。で、雲虹を届いてパッと見た瞬間ですね、いきなり飛び込んできた御言葉が何だったと思います？ぜひこれはですね、今日の第一礼拝で皆さんに聞いていただきたい。妻たちを夫に従いなさいこの御言葉が飛び込んできたわけですね。これでですね、ああこれが答えだったのかと思ってですね、そっぽ向かないでちゃんと聞いてください、ね。それでですね、自分の思い通りじゃなくてガクッときた。ところが、まあ、それで、そんなとどまったんで、小学校4年生までね、いたんです。陽子ちゃん4年生まで。でもそれが意味があった。で4年生になった時に、やはり確かに大変だったんで、もう売ろうってことになったんですけど、不動産屋さんはですね、中古住宅はこのバブルが弾けた後、売れません。売れたとしても安くなりますってことだったんですけども、まあ、希望通りに売れてですね、ローンが一切残らない形で売却できて、すごい神の恵みがあったんですね。で今それから教会の近くに来て新しいことが始まったんですね。で何かというと、この時ねちょっと待たなきゃいけなかった。
結構多くの人はですね、答えが来る前にですね、もう落ちていくんですよね。でも答えが来るまで待つ。そしたら神様の答えが来るんですね。それは願った通りに来る場合もあれば、願った方向とは違う場合もあるんです。でも主の答えが最善なんですね。その答えを、ね、受けるまで祈り続けるっていうね、これがすごく大事なんですよね。で、祈りの鍵はですね、実はこの忍耐を働かして祈り続けるかなんですね。で、多くの人が非常にせっかちだなと思いますよね。で、忍耐強く祈っていくと神様は答えてくださるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。例えば今回ハイビジョン化がなることになりましたけれども、これはですね、1年以上祈ってますよね。1年以上祈ってますよね。で、1年以上祈って、ある時立った時にやっぱり献金しないといけないと思って、とりあえずできる範囲でいいから献金って言ったらですね、みんな一生懸命献金してくれて4万円だったんですね。今年の言葉はその100倍を受けないものはありませんだったんですけど、アメリカから帰ってきたら400万与えられたわけですね。まさに100倍ですよね。で、これは時だと思います。いや、今回その光くんが死に来てくださるんですけども、いろいろと助けに、で、まあ、パウロ牧師が教会してくださって日曜日に来ることになったんです、土日とね。で、最初違う予定だったんですけども、ちょっとその日にゴスペルクラブが入ってたんで、損失できなくて6月の最終週になったんですけど、そしてそれがちょうどですね、光くんたちの結婚記念日に重なってくるわけですね。だからそのまま残って長崎で祈れるってことでね。で、だからなんか面白いなと思うのは、神様の手っていうのは見事だなと思いますよね。主の時は完全で美しいんですね。で、祈り続けてるといろんなね、プラスアルファまで出てくるんですよね。で、忍耐強く祈るってことはとっても大事です。で、多くの人はその忍耐強く祈らない結果、神が用意しているものを受け入れなかったりすることがあるので、ぜひね、忍耐強く祈っていただきたいというふうに思います。ね、もう一度見せよう。慌てるクリスチャンは祝福が少ないのですね。逆に言えば、忍耐強く生きるクリスチャンは祝福が溢れてくる、ね。で、3つ目のポイントはですね、この御言葉の後に、誰でも、だから誰でもなんです。誰であっても求める人は受け。考えてみれば、ノンクリスチャンでさえ困った時の神頼みって言って、本当に真剣に祈ると助かったりしますよね。で、それぐらい真剣に心から神に叫べば、もちろん見殺さないことはダメですよ。見殺さないことは。ね、でも、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、頼むものには開かれるわけです。で、この時に、あなた方も、自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また、子をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。パンと言って石、魚と言って蛇ってね、ものすごい極端な例えですね。これ一つは、もう大きく対比させて分かりやすくしてるっていう理由があるんですけども、それにしても極端な例えだなと思って、最初はですね、極端に例えてるなと私は思ったんですけども、牧師をしてもう今で29年かなになりますけども、主の字の人はそうでもないんですけど、私クリスチャン2世なんですけど、結構ね、日本人の神観ってね、触らぬ神にたたりなしなんですよ。これ偶像の神ね、聖書の神じゃないですよ。聖書の神は触れば触れば触るほど祝福されまくりますから、どんどん神に触ってください。でもね、日本人の神観、偶像の神は触らぬ神にたたりなしで、下手にやったらね、かえってね、ひどい目に遭うって感覚なんですね。で、これは、パンをくださいなんてしつこく言うと怒られて石が飛んでくると、魚をくださいってね、仰々しく言うと、今の分かったかなって言うとですね、蛇来てしまうってね、そういう感覚なんで、これ極端だなと思ったんですけど、クリスチャンになってからでさえどこかでなんか神様にあんまりなんか私なんかって思ってる人って意外といるんですね。で、皆さんはそうでないと思います。万が一そうだったらね、今この瞬間その思いを捨ててください。それは 100% サタンです。私の信じている聖書の神様は、魚をくださいと言ったら、あなたの一番好きな魚を、一匹丸ごとくれます。まあ、安くても高くても。まあ、私はマグロの刺身でしょうかね。まあ、あとはサバが好きだから安いんですけど。ね、で、
ね、魚をくださいというのに誰が、パンくださいという時に、パンって言うと我々だから、ご飯にしましょうかね、おにぎり。何が好きですかね、酒マヨがいいでしょうかね。ね、で、で、この後こうやってしてみると、あなた方は悪いものであっても、我々は罪人で不十分で悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているんです。子供には良いものを与えようとします。よほど傷ついていたり、なんか状況がおかしくない限りは。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。ルカでは聖霊って書いてありますね。聖霊が最高の良いものだから。で、良いものって書いてあるんで、今日3つ目のポイントはね、神が与えてくださるものは良いものなんです。パウロ牧師は今回のカリスマ聖火の時に、その本当に祝福してくださったということでね、まず何よりもこう霊的な祝福を受けて、そして神の使命を生きる、神の奇跡の現場に入れる喜びということを言われましたよね。それとともに、捨ててしまった肉的なこともね、桜が好きで雪が好きなんですね。パウロ牧師はロマンチックですよね。桜と雪が好きなんですね。あ、皆さんも桜好きですかね、日本人だから。私ね、興味なかったんですね。すいませんね、私本当にシティボーイなんですよね。全然興味なかったですね。で、まあ桜ね、だから花見に全く興味がないんですね。ね、まあ花見自体はね、お酒飲んだりしてバカ騒ぎするから嫌いなんですけど、でも最近は年を取ってきて花を見るって心を和むってやっと分かってきましたけど、まあパウロ牧師が桜好きだったんで、桜をずっと見て、で雪が好きだったら雪もいっぱい見て、それだけじゃなくて、懐かしいことが好きだったら自分の昔の家のところに世界ができてってね、もうなんかうるっそうに話してましたよね。まあある人にとってはつまらないと思うんですけど、本人にとってはすごい嬉しいわけですね。でそれぞれにとって一番良いもの、みんな違うでしょ、好きなこととか。ね、ね、私なんかはスポーツがやっぱり好きですから、ね、野球とかスポーツのことに興味がありますけども、ある方はスポーツ全然興味ない、石田さんなんてまるっきり関係ない世界ですよね、スポーツは。だからみんな違うんですよ。でもその人にとって本当に一番良いもの、霊的に良い、実際的に良いものと、かつその人が本当に嬉しく思うものをくださるんですよね。って信じてますか？そしてそういうふうに知ってますか？結構クリスチャンの人はね、2番目3番目のものをねもらうってイメージの人は意外といるんですよね。いつも言いますように、うな丼の特上ね、そんなに欲してないけど最近はね、くら寿司ってありますね、うな丼の特上ね、うな丼の特上本当は食べたいね、でもね、なんか申し訳ないなってね、まあ卵丼でいいですって言ったらね、ハトフさんがうな丼の特上を食べててね、でうちの、のどみちゃんが、カツ丼のすごく美味しいの食べててね、で私思うわけですね、なんでハトフさんがうな丼なんだってね、そう、私が求めなかったからですね。これ怒るんですよ、結構。参加できたらいいですって、ある人は優勝って言ってね、なんであっちが優勝なんだとか思ってね、自分祈ってないんですよね。アメリカもパトモスもイスラエルも行かせてくださいって祈ってる人がいてね、である人は祈って、なんであいつが全部行って私がこれだけなのとか言うんですけど、それ簡単に祈ってないんですよね。で、本当に神様は最高のものを与えてくださる、良きものを与えてくださると信じてます。信じてたら求めるんですよ。一番最初にましたパウロさんがパトモス行くとき無理だと思って祈ってなかったと。信じてないと祈らない。無理だと思って祈らない。で、神様祈ってませんねって言われて悔い改めて祈ったと。ね、まあ、その時もまだいけるかなと思ったみたいですけど、でも祈ったと。そしたらね、開き始めたわけですね。で、本当に求める者たちには良いものをくださらない。くださる。これ良いものって書いてあるけど、ベストです。ベターじゃなくて、最高に良いもの。神はあなたにとって一番良いものをくださると信じてますか？ベターなものをくださるって思ってる人は、わかりますかね？ベターって、より良いものって思ってる人は結構いるけど、ベスト、最高のものと思ってる人は意外と少ないんですね。でも、神は最高のものをくださるんです。ね、まあ、小瀬ゆりかさんが昔ね、これも、確か昔言ってたんですけど、どっかでなんか売る営業してたってね。そしたらね、なんかすごく値段が高くて、売れなくて、ものすごいプロの人がいてね、その人でもね、その日は1個ぐらいしか売れなくてね、
言われたんです。彼女はね、あの神様に真剣に乗ったんですって。あのね、そしたらですね、バカスカ売れてですね、びっくりされたって言ってましたよね。確かのぞみちゃんも同じような経験を持ってますよね。で、あの、本当にそういうことも、で、一番嬉しいのは南くんですよね。南くんは、レッドカーペットまで行きましたよね。で、行ってみたらね、あの、アジアのあらゆる国から来てたんですって。社長が変わったらしくて、あのチャイニーズに、華僑に変わったんですね。だから、それで香港でやったんですけど、もう、普通ね、2泊3日ぐらいでしょ。4泊5日でね、症状はどこで真ん中で、それまで毎日ね、もう美味しいものを食べて、観光ですって。やっぱりやることが違いますよね。そして、でも大体はね、あの、年配というか、まあ、そこそこの人なんですって。やっぱり店長ってレベルだから。南君はすごい若かったって。なぜそういうことが起こるのかっていうとね、簡単ですよね。神様に祈って感謝して求めたからですよね。 でも最後にね、ちゃんと彼だけがデータがなかったのも神様らしいですよね。私がやったんだよってこうね、もう一発で分かったってましたよね。向こうの人はすいませんって平山でしたけど、彼はね、もう分かりました、いいですってすぐ分かったんですね。もう神様だって 100% ね。で、あの、神様に本気で求めると最高のものが来るのです。これから来ますよね。あのハイビジョン家の働き人はどういう人が来るんでしょうか ね。来年の大会はですね、こっちでやってですね、メルカ月間より遥かに大人になりますね。メルカ月間、今年は最高にいいんですけどね。だから、ね、まあ、ですね、で、あの、神に求めるときに、良いもの、ベストなもの、最高のものが与えられるっていうふうに知ってほしいんですね。で、3つ言いました。1つ目は、求める、願う、本当に心から願い求める、あるいは真剣に求める願い、で、その願いそのものがない方は神に求めてください。願いが与えられるように、ね、で、この願うってことはとっても大事です。で、1つじゃなくてもいろんなことを願っていいんです。だからね、霊的なことを願い、肉的なことも願っていいんです。神様に求めていくってね。だから願うってことです。それが1つ。それから2つ目は、忍耐を持って願う、求める、ね、すぐ答えられることもあるんですよ。でも忍耐を持って願いを求めないといけないですね。ある期間と時間が必要です。そして3つ目になると、3つ目は、この最高のものをくださる、本当に良いものをくださるということをね、私たちは知っておいてほしいですね。で、最高のものをくださるって本当に思ってたら、もっと大胆に求めませんかね。もっと大胆に願いませんかね。で、求めないことは何かというとね、実は不信仰なんです。信じてないから求めないんです。期待してないから求めないんです、ね、で、どうぞ皆さんね、本当に神に期待して求めてください。神様にとって奇跡は簡単です。私にとっては奇跡ですけど、神にとっては別にとったことはありません。でも求めるものは奇跡を見ていく。で、皆さんの人生に、あ、聞いてみようかな、先週1週間自分で奇跡だって思うことがあった人、あ、1人、2人、2人だけですか、3人。じゃあもうちょっと伸ばします。この1ヶ月奇跡だと思うことがあった人、あ、はいはい、この3ヶ月奇跡だと思うことがあった人、今手がかからなかった人は病気です、霊的に申し訳ありませんが、クリスチャンは奇跡は頻繁に見ます。もし本当に神だった、いや、それはって思う人は神を知りません。神様だったら頻繁に奇跡をします。我々に目を取ったですよ。そうでなければ誰がクリスチャンになりますか。あの、試練がないなんて言ってませんよ。試練や困難は当然ありますが、試練や困難があるってことは同時にそれに勝る奇跡があるってことだから、小さな奇跡はね、頻繁に起こる、ね、で、大きな奇跡はそのね、その後に起こるんだけど、で、本当は1週間に1回奇跡を体験しましょう。求めてください。で、別にその人生の大きな節目じゃなくても小さなことでもいいから、ね、そして一月に1回ぐらいはね、ちょっと大きめの奇跡を、せめて三月に1回ぐらい大きめの奇跡をいただきましょう、ね、で、それが当たり前になりますように、それぐらい神に期待して
求め願っていただきたいし、もう一つは忍耐強く祈ってください、ね、必ず最高のものをくださいます、あなたが願っているよりね、いいものが来ることが多いですね、うん、だからそれをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今回ね、賛否大会でね、私は練習した時に、ああ、ギターがあればいいなと思ったんです。本当に思ったんです、心から。で、その次に思ったのは、まあ、うちの息子が弾いてくれたらいいなと思ったんですよ。それが一番いいだろうなと思ったんですね。それで、ちょろっと祈ったんですね。ちょろっと。ほいだらね、その代わり主の言われる時に祈ったんです、実は。ね。主が言われる通りしたら見事ですよ。ね。主が言われる時に祈ったんですけど、そしたら突然ね、突然ですよ、頼んでませんよ、突然本人が来て歌ってくれたんですね。あ、ちょっとびっくりしましたよね。で、ね、妻は奇跡だと言ってましたけども、あ、見事やなと思ったですよね。で私も祈った、実はね、で賛美大会において礼拝することに御心があるなら上位で、でも賛美大会の御心は、もう聞かせる賛美、それが今の導きで、ははんとかね、私がちょっと嫌な賛美ですけど、ははんとかいうのがね、いいのなら、もうそれでいいです。神がもう一番だから。私たちの好き嫌いは関係ありません。主が言われることがいいのです。私たちが変えなきゃいけません。神がおっしゃったらそれでいいんです。だから、もう神様、あなたの導き通りやってくださいって、でも中途半端なし、もううんと20位か30位か、じゃなかったら上位、どっちかにしてほしいと思ったんですね。そしたらね、4番になっちゃったんですね。公だからこれ以上言いませんけど、実はもっとすごい一点をつけた人もいたんで、祈ったんですよ。で、私はね、皆さんのこと、私は奇跡だと思ってるんです。全然順位考えてなかったけど、何が嬉しかったかね、順位が上だから嬉しかったんじゃなくて、あ、賛美大会の中に礼拝するってこと、少なくとも九州では少なくとも礼拝するってことを神は求めてらっしゃってて、賛美隊の中でそれが必要だと思ってるってことは、私は九州の長老だからものすごく嬉しかったんです。で、今回次はね、全国大会で次点枠に入れるかどうか、ちょっと音が良くないね、これで入ったら奇跡だね、まさにね。だから、まあ祈りましょうね。で、別に行くかどうかじゃなくてね、見心だったら、見心だったらそういうことを求めてらっしゃるなら入りたいと思ってですね。でね、そうじゃなかったら全然いいと思ってるんですけど、何を言いたかというと、祈ったんですよね。見事にね、私だって最の答え、私は本当に、へえーと思って驚いたんですよね。順位を無視すると楽ですね。本当に。そういうのも度外視して賛美したからよかったですね。もう本当に自由でしたよね。ね、言いたいこと言ったら自由に言えってね、俺たちは神に向かって賛美するってね、これが賛美だってね、それ人にするんじゃなくて神様に対してですよ、また賛美をするんだってね、まあ、こうするよね。でもそれがね、神様の目に良しとされたってことはとっても嬉しかったですよね。まあ、妻がなんかいらんこと言ってるって心配してますから、これ以上言いませんね。ね、こういう時だけ起きて、ね、心配するんです ね。もっといい時にですね、素敵な説教ねってこうね、言ってほしいですね。ね。で、何かというと、求めるかどうかってすごく重要なんです。で、3つね、本当に心から願いを求める。2つ目は、忍耐強く求める。3つ目は、最高のが来るんだってことを知って求める。で、どうぞ、一番のことを願ってください。で、もしかしたらそれ以上のものを神様は用意するかもしれないし、あなたを願った一番が来るでしょうし、ね、ベターじゃなくてベストを神様の前に求めましょう。あ、ね、諦めないで、期待して。主はそれを用意してくださっているということをね、覚えてください。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人置かれている状況も環境も違うと思いますが、どうぞ、一人一人が本当にその人にとっての今必要なことは願っていることを大胆に神に求め、忍耐強く求め、まさに神から最高のものを、最もいいものを受けていくことができるように、というか必ず与えられますから、その恵みに預かっていくことができるように導いていってください。